んにちは、マリーズです。デトロイト始めていきましょう。ここは2038年の世界です。カーラとアリスを乗せたバスが走ってきました。なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。よく寝てるんですけどね。降りないと。私たち行くあてがないんです。雨も降ってるし、この子もクタクタ。もう少しいさせて。バスは車庫に戻るんだ。悪いけどそういうわけには。泊まれる場所を見つけようね。どうにかね、泊まれる場所を。アリス、急ぎましょう。探さないといけませんね。ドンバス兵の営業は終了しました。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るぞ。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行ってしまいましたね。せっかく情報をもらったけど遠すぎるようです。行こう、アリス。したらいいんでしょうね。とりあえずあそこにお店があるのでね、ちょっと入ってみましょうか。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。何の用だ。オープン初日を迎えました。すでに絶滅してしまった何百以上の。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。おい、ホームレスなアンドロイド。ああ、冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃないんだよ。買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。相変わらずアンドロイドには冷たいですね。モーテルがありますね。
モーテル。あそこなら泊まれる。入らないの？お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。アンドロイドはダメなんですよね。もちろんお金もないし。ここ入ってみましょうか。ここだったら温まれるわね。すっかり服も濡れてしまいましたよね。着替え。アリスにね、着せてやりたいですよね、乾いた服ね。何してるの？私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。そうですよね。アリスが嫌がることはね、あんまりしたくはないんですよね。やっぱりいけないこと。もうちょっと頑張ってみますか。ここにもね、入ってるんでしょうね、服がね。しょうがないですね。諦めますか。行きましょう。アンドロイドが立ってますね。話しかけてみましょうか。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？反応が薄い。ダメでしたね。でしょうか、この辺ね。ちょっと暗くなってきましたね。ここは何なんでしょうね。建物はあるけど暗い感じですよね。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。まあね、嫌でしょうけどね。どこかで雨宿りはしないと風邪ひっちゃいますからね。なんとかどこかに入りたいですね。あ、L1 着きましたね。あ、車がありますよね。入ってみましょう。会社みたい。中に入ったらそれなりに雨宿りでね、良さそうじゃないですか。アリス、下がってて。はい、鍵もね、開きましたね。
ここなら濡れないし、誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。ここも嫌なんだ。他の場所はないの？うん、じゃあもうちょっと探してみましょうか。他の場所を探そう。じゃあちょっとスキャンして探してみましょうか。何かね、印がないでしょうか。黄色いところがね、ポイントになってますので、そのあたり探してみましょう。何かあるはずです。この辺黄色くなってたんですけどね。特に何も出ませんね。 L1 で見るだけですね。他の黄色くなってたとこ行ってみましょうか。これは、これはあのワイヤー切れそうですね、これで。あ、いけそうですね。切れてます。あ、なんとか入れそうですね。来ました。大丈夫？ええ、かすり傷よ。気をつけて。はい、無事通れましたね。大丈夫、ちょっと見てみるだけ。はい、奥にね、中に入れないんでしょうかね、どこからかね。ここ引っ張ってみましょう。ああ、硬くてね、ダメでしたね。びくともしませんね。中を見てみましょう。誰もいないみたいですね。ここ入りたいですね。ドアは開かないでしょうね、やっぱり。やっぱり無理でしょう。無理ですね。アリス？アリス？ちょっと何してるの？ラルフに。お客はいらない。奴らはラルフをいじめる。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ。ラルフにこんなことをした。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことをしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。わかった、今晩だけでいい。ほら、さあ、ほら、こっちだ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。おいで。ゆっくりしていってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど、やることがあるから。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。火を起こすわね。まあ、なんとかね、屋根がある場所に来ましたね。
寒そうですね。早く火を起こしたいところです。板がありましたね。さあ暖炉にね入れましょう。他に燃えやすいものも欲しいですね。あ、これがいいですね。紙。他に何か役立つものはないでしょうか。あ、枕ね。はい、2つありましたね。これでだいぶ寝やすくなるでしょう。いいですね。はい、じゃあ紙を丸めてね、燃えやすいものですからこれを入れて火をつけたいですね。マッチありましたね。さあ寝ましょう。粗末だけどでも暖かくはなるはずよ。服は濡れたままでかわいそうですけどね。RA9 どういう意味？え？壁の文字をなぜ書いてるの？わからない。わからない。少しは温まってきましたか、アリス？パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だった？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。ということで今回はここまでになります。かなり分岐しましたね今回は。アリスがねかなり傷ついていますので、
なるべく嫌がらないルートを取ってみました。ということでまた、次回ね、この続きをやっていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。